もともと二重なんですけど、二重の幅が狭いのでもっと幅広い二重にしたいんです、という悩みのしゅうかさんです。しゅうかさんは二重まぶたなんですよね。でもつけまつげをつけた時にこの二重の幅が狭く見えちゃうっていうのが悩みなんですよね。そんなしゅうかさんにおすすめのアイテムがこちら、 AB メジカルファイバー2です。自由自在に二重のラインを作れるこのアイテムを使って綺麗な平行二重を作ってみましょうね。まぶたの皮脂や汚れを拭き取り素肌にご使用ください。まずは付属のスティックで二重のラインを作ることから始めましょう。大切なのは二重になりやすいラインを見つけることです。黒い手持ち部分を持ってオレンジシートの端をつまんでアーチを描くように引き剥がします。今の二重ラインの少し上にファイバーを食い込ませて二重ラインを大きくします。両端の余分な部分をハサミで切り落とします。その際は安全のため先端の丸いハサミのご使用をおすすめします。二重ラインをスティックで押さえながらゆっくりと目を開けます。仕上げにスティックで目尻側と目頭側を押さえてしっかりなじませてください。ワンポイントアドバイス、二重の幅を変えずに平行二重にしたいだけの人は目頭側だけ二重幅を広げてください。完成です。幅を少し広げるだけでぐっと華やかになりましたよ。本当ですか？うん、すごく可愛いですよ。つけまつげをつけてパッチリとした綺麗な二重に見えると思います。早くつけてみたいです。うん、ぜひつけてみてください。ここでポイントのおさらいです。二重のラインは欲張りすぎずに元々の二重ラインの少し上に作りましょう。二重の幅を変えずに平行二重にしたいだけの人は目頭側だけ二重幅を広げてください。またファイバーを切る際は少し短めに切りましょう。ファイバーが目立ちにくくなりますよ。今回学んだテクニックを使って綺麗な平行二重を目指しましょう。始めよう二重活